千人峠は、岩手県東野市と釜石市の境界の北上山地中にある標高887メートルの峠である。北上川支流の猿ヶ石川の支流早瀬川と甲子川の分水海となっている。語源は、諸説あって、半然としない、以下のような説がある。半時代。 釜石街道が通り、東野川から海岸部に通じる峠には、北の境木峠、笛吹峠と、東峠であるが、東峠は、最も険しく99曲の急坂と称されて、内陸と海岸を結ぶ最短ルートであったが、笛吹峠道が使われることが多かった。長らく自動車の通行は、不可能であったが、百五十九年に、全長二千五百メートル、 幅5.1メートルの千人トンネルが開通し、国道283号が峠の下を通るようになった。この道路もループ線を含む険しいルートであった。2007年3月18日に、秋丸トンネル、老館道トンネル、新千人トンネル、枯れ末沢橋、甲子トンネル、ほら泉橋などを含む千人峠道路が開通して、 従来 27.5km あった区間が 21.8km に短縮されるとともに、急カーブと急勾配が解消されている。これにより、釜石市役所、東野市役所間で所要時間が70分から50分に短縮されている。千人峠の西では、岩手京弁鉄道が線路を東へ伸ばして、1914年4月18日に千人峠駅が、 標高560メートルの地点に設置された。駅の跡地は国道283号千人トンネルの西側高校となっている。一方、東側では釜石鉱山鉄道が標高254メートルの陸中大橋駅まで開通し、この間の直線距離は4キロメートルほどとなった。しかし、標高差があまりに大きく。 千人峠が険しかったためこの間を結ぶ鉄道の完成はずっと遅れることになった。このことから、作道が設置されて、貨物や郵便物、新聞などの輸送が行われることになった。千人峠の作道は全長3 6トルで、1912年8月1日に認可を取得し、開通日には、 諸説あるものの参考文献では1915年4月5日としている。単線循環式作動で、半機は約70個、支柱は30本で、当初は千人峠駅構内に設置された70馬力、発動機で駆動され、後に1923年8月に電力に切り替えられた。輸送能力は千人峠から大橋へは100トン。 大橋から、千人峠へは40トンであった。徒歩連絡の旅客は5.5キロメートルの道のりを2時間半から3時間かけて歩いており、またカゴの瓶もあったが、花巻千人峠の特等運賃よりも高い運賃を徴収していた。さらに、カゴかきが追加の金を旅客から巻き上げるなどマナーが悪く、地元の新聞で不評をかき立てられるほどであったが、 第二次世界大戦後までこのカゴの運行は続けられた。千人峠を越えて、両側を直結する鉄道の構想も行われており、1922年に国鉄へ依頼して行われた調査では、千人峠の下をトンネルで抜けて、スイッチバックとループ線と最急勾配40、パーミルを組み合わせた複雑な線形が想定され、 建設費は1067ミリ期間の場合で300万円と試算された。しかしこれは岩手軽弁鉄道の会社の負担能力を超えており、国鉄による建設請願が行われ、やがては岩手軽弁鉄道自体の国有化請願へとつながっていった。1927年の第52回帝国議会において鉄道不設法に、 花巻島の釜石館が追加され、これにより、国鉄による建設が決定した。これを受けて1929年から国鉄により、千人峠のルートの検討が行われ、1935年に、足ヶ瀬駅から栗の木峠の下を足ヶ瀬トンネルで、くぐって気仙川流域へ一旦出て上、有積駅を経由し、土葬峠の下を土葬トンネルで抜けて、 東側斜面を大きなオメガカーブを描く形でエリーク中央橋駅へ降りていく線形が採用された。この区間は1936年6月に着工されたが第二次世界大戦が激化して工事は中断された。第二次世界大戦後アイオン台風により山田線が被害を受けて長期不通となると三陸海岸方面への鉄道連絡を回復させる。 ために釜石線の建設が急がれることになり、残されていた区間の改め機と建設が進められた。1950年10月9日限りで足がせ、千人峠間と作動は廃止され、翌10月10日から上有住経由の新線が開通した。ありがとうございます。